始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ぬえのめいすけです。今回はラジオトークで行われているラジオトーク百科事典の企画に参加いたします。これが第2回目の、なんていうんですか、第2回目のラジオトーク百科事典ということで、第1回目はクリスマスがテーマだったんですよね。で、今回は桜がテーマということで、お話ししようと思ってたんですけど、まあ、何にもないですね。桜について何か語れることがあるかと言われるとないので、どうしましょう、すこやすみさんっていうね、感じなんですが、まあ、仕方ないので、また言語学的なね、話をするということでやっていこうと思います。まあ、困ったら語源とかね、発音とか、まあ、そういう話に逃げればいいっていうか、まあ、そういう話しとけば、まあ、なんとかなるっちゃなるんですけど、で、今回のタイトルにあるように、一説によると、桜というのは、桜、さというね、発音だったというふうに考えられております。まあ、さしすせそが、さちつせそみたいな、まあ、そういった発音だったという説があります。まあ、時代で言うと、奈良時代以前の日本語の発音で、我々が古文で習う日本語よりさらに前の段階の日本語なんですけど、まあ、その奈良時代以前の、まあ、上代とか言ったりしますけど、まあ、万葉仮名で日本語が書かれていた時代ですね。で、当時の日本語の発音っていうのは、まあ、現代あるいは平安時代の発音と、まあ、結構違ったと言われております。で、過去に話した、ものだと、例えば、ハ行の音、ハヒフヘホの音が、奈良時代以前は、パピープペポというね、ピーの音だったと、考えられていたりとか、あとは、イーダンとエダンとオダン、イエオにそれぞれ2種類ずつあって、まあ、香類とオツ類とか言ったりするんですけど、で、それで日本語の母音は5つじゃなくて8つあったというね、説があったりします。この8つの母音について言うと、まあ、上代特殊仮名遣いといって、まあ、さっき言ったように万葉仮名で書かれてたんですけど、その使い分けっていうのがかなりはっきりしていて、ある単語にはこの漢字しか使われないし、別の単語では、まあ、こっちの漢字しか使われないとかね。まあ、そういったことで、おそらく違う文字が使われていたということは、違う発音だったんだろうというふうにね、考えられているんですね。で、今回テーマにしている作業の話は、なんと今まで話したことがないっぽいので、まあ、ちょうどいい機会といえば、機会でございます。滋賀十五のツボ。そもそも昔の、まあ、日本語に限らずですけどね、昔の言語の発音がどうやってわかるかっていうのは、まあ、推測に過ぎないっちゃ過ぎないんですけど、日本語の場合は万葉仮名っていうふうに、その、仮名っていうか漢字を中国から借りて、で、それでもって音を表していたので、当時の中国語の音から推測して、当時の日本語の発音がわかるみたいにね、まあ、別個の言語の証拠から推測するというのが一つあります。で、さっきハヒフヘホがパピプペポだったっていう話もそうで、まあ、例えば、万葉仮名だと、波っていう字ですね。まあ、あれは音読みだとハですけど、まあ、それがハ行っていうかハの音に当てられていたわけですが、当時の中国語の発音だと、それは、両唇破裂音なので、つまり唇を閉じて破裂させるような音なので、おそらく、奈良時代以前の日本語のハ行は、まあ、ピーっ
の音だったんだろうと考えられるんですね。で、中国語、当時の中国語で H の発音のものがハ行に使われていたということはないんですね、逆に。まあそういったことから昔の発音は推測できます。まあハ行の話についてはね、関連エピソードを聞いていただけたらと思います。で、現代日本語の作業の発音は、サシスセソというのは、摩擦音という音です。まあ摩擦、空気の摩擦を起こしているわけですが、それに対して、一説によると、まあ繰り返しですけど、サチツセソっていう音だったと考えられています。で、これは摩擦音に対して、波擦音という音です。破裂の後に摩擦が起こるような、さみたいな音だったと考えられてるんですね。で、なんでそのように考えられるかというと、9世紀に書かれたサンスクリットの発音のその説明書きを見ると、ちょっとそういったことが推測できるんですね。まあ、サンスクリットはおそらくね、その仏教の言語としてね、非常に重要だっただと思うんですが、で、その文献を見ると、サンスクリットのツァの音、サンスクリットのツァの音は、日本語の作業と同じように発音すると書いてるんですね。一方、サンスクリットの S の音については、中国語の発音でもって、中国語のまあ、S と同じように発音するみたいに説明されてるんですね。で、もし当時の日本語の作業が S の摩擦音だとしたら、サンスクリットの S の音は日本語の作業と同じと書かれてるはずなんですが、そうではなくって、サンスクリットの摩擦音、チャーの音が日本語の作業と同じっていうふうに記述されていると。で、このことから、まあ、当時の日本語の作業は摩擦音ではなくって、まあ、サンスクリットのツァみたいな波擦音だったというふうに、まあ、考えられるんですね。ただし、この作業が現代と同じ摩擦音だったのか、あるいはツァみたいな波擦音だったのかについては意見が分かれてるみたいで、まあ、摩擦音派と波擦音派とあるんですが、まあ、もう一つ別個の見方として、その後ろに出てくる母音によって波擦か摩擦か変わっていたという説もあるんですね。例えば、あの母音の前だったら波擦音、つまりツァという発音なんですが、母音が前舌母音、イとかエとかいう母音の前だったら、シーとかシェーみたいな発音だった。まあ、摩擦音ですけどね。シーとかシェーという発音だったという説もあります。ですので、サシスセソーは、まあ、その考えにのっとるとですけど、サシツシェーソのように発音されていたという説もあります。シガ十五のツボ。まあ当然昔の言語の発音っていうのは推測に過ぎないわけですが、まあ波擦音が摩擦音になるっていうのは、まああり得ることかなと思うんですね。ツァっていうのがサーになるっていうのは、要は一旦その閉鎖を作って破裂させるっていうのを、いうのが、ツァーには必要なわけですけど、で、それがなくなって摩擦だけになるとサーになるんですよね。なので、まあ、発音の変化の流れとしては、波擦音から摩擦音っていうのは、まあ、あり得るかなと思うんですが、ただ、作業の音が波擦音だったとすると、昔の日本語に摩擦音はなかったということになるので、つまり S の音は、まあ、TS みたいなね、ツァの音だったし、ハヒフヘホーは、まあ、さっき言ったようにパピプペポーだったわけなので、
摩擦音を持たない言語っていうのも、ちょっと妙だなという気もするので、まあどうなんでしょうねっていう感じですね。というわけで今回は日本語の作業の発音が、実はツァみたいなね、発音で、まあ桜もツァクラみたいなね、発音だったかもしれないというね、お話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手は滋賀15でした。